コネルお待たせしました。ルシアさん、野菜来てくれてありがとう。コネルお待たせしました。今日もお疲れ様でございます。またまったりとお話を1時間から2時間くらいかな、お話よろしくお願いいたします。今日は暖かかったらしい外うちはそんなに暑くなかったんだけど、お外ね。お疲れ様、今日もお疲れ様でございます。でも天気、どうだろう、昨日おとといとかちょっとまだ雨降ったりしてたかね。まだお天気悪いかな。リョギーラサイゴネロ来てくれてありがとう。菊川さんでおよよ良いかな。こんばんは、初見です、コメントありがとうございます。青瀬ネロと申します。夕方お昼前後を配信していることが多いです。ぜひぜひ高評価してくれると嬉しいです。来期菊川来期さんですか、お名前。名前と名字が逆なのかな。こっちのお最初の方を来期と読むんですかね。ひらがなで、じゃあ菊川さんのはちょっとあれなのかな、来期って書いておくかな。ひらがなで来期って書いといたよありがとうございます。風が強かった。今日やばいじゃん、花粉症。まだ花粉症だよねきっとね、みんな。まあ年中花粉症か、花粉は年中飛ぶって言ってたもんね。熊田さんいらっしゃい、コンコン、今日もお疲れ様。そういえば YouTube の不具合は大丈夫そうなのかな。なんか夕方くらい一応 X 見たけど、なんかまだ不具合いいみたいなポストをちょこちょこ見かけたんだけど、あれはインプレッションのあれなのかな、インプレッション狙いポストかしら。わかんないんだよね本当に、ポストが最近トレンドだからインプレッション使ってるだけとか、マジで情報はわからん。ジンジャーサイラッサイコンコン、お疲れ様。サクサイラッサイコンコン、コンネロー、今日もお疲れ様でございます。不具合、またわかんない、前回いつ何かあったのかわかんないけど、私の配信ではなんか YouTube の不具合はめちゃめちゃ久しぶりだね。お昼に会ったのがほぼないね。お昼というか、マジで開始20分ぐらいが10時半から11時前くらいに不具合があったね。オフラインさんいらっしゃい、こんにちは。佐藤さんいらっしゃい、こんねろう、今日もお疲れ様。健康さんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとうございます。今日もお疲れ様でございます。不具合もトレンドにX ね、不具合 YouTube 不具合、 YouTube の不具合がーってトレンドに載ってたからさ、まだ不具合なんかなって見たけど、なんかね、よく分かんなかったね。不具合だったのかなみたいな、ざわめきのポストかしら、みんな。分からん。多分治ったと思われるけど、なんかショート縦型配信周りがちょっと悪いかもみたいなポストも見たから、よく分からないね。ウィーブさんいらっしゃい、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとうございます。マック、あれ今日からなんかさ、あれサムライマックのトリプル食べてみたかったんだけどさ、まあ、食べれる自信はないんだけど、サムライマック好きでさ、サムライマックのトリプルを挑戦してみたかったんだけど終わってしまったらしい。でチキンタツタになったんだって、今日？昨日から？
油淋鶏好きなんだよね。ネロ油淋鶏、鶏のあれだよね、油淋鶏バーガー、しかもチーズ、油淋鶏チーズバーガーらしくてさ、ちょっとさすがに行ってみようかな。勉強さいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう。うん、今日は少しだけ、この時間は少しだけ雑談しております。ダッシュ、ダッシュでマーク行った。あ、ご飯立つたなんだ。あ、そうそうそう、コナンのコラボでチキン立つた。あれパン、なんか広告はパンだったけどな、夕方からご飯なのか。チキン立つた、マック、マクドナルド、マクドナルド、ご飯タスタは、ご飯のやつ食べたことないね、マックの。ね、ろ、ちゃん、いず、かわいいです英語と、なんかローマ字が混じって、かわいい感じに、かわいらしい感じに。Thank you。 あら、翻訳入れてないな。あ、こんばんは、かわいい、ありがとうございます。かわいいかわいい、ネロイズかわいい、ですまで入ってるですまで入ってるから、5時からご飯、あ、そんな感じなんだ、マックのご飯サンドのやつ。あ、コナンのね、そうそうそう、コナンの映画が始まって、それのコラボなんだ。本当はご飯、チキン、タツタ、油淋鶏、チーズセット。ただいまのお時間のおすすめです。へぇ、美味しいの、ご飯、タツタって。食べたことない、ご飯のやつ。パンばっか、パン。ほんとだ、夕方5時から限定、あ、今日からなんだね。ねえ。ピーサイラス、アイコンネロ、今日もお疲れ様。コナンの映画、コナンの映画最近全く見てない。平次が主役映画。みたいな噂は聞いたけど。気になる。チキンタツタ好き？なんかすごい平べったくない？チキンタツタのチキン、こんな平べったい？すごい平べったいね。ゲチュサラサイ、こんばんは、今日もお疲れ様。今日からマクドナルドがチキンタツタ、ご飯チキンタツタ、あ、あいしゅりん、あいしゅる、ん？愛してますみたいな感じかな。メドザイラス、こんばんは。あ、去年もあったけど、え、そんなに人気なの？え？マック、え、チキンタツタ、え？え、数量限定なのこれ？チキン、え、ご飯チキンタツタって数量限定なのこれ。売り切れて買えなかったねー。5時からうん、翌日の4時59分まで販売、期間限定商品は数に限りがありますと書いてあるけどね、そんなにすぐなくなることあるん？1日で売り切れるってちょっと数少なすぎんだろそれは期間限定商品、なんかなんだっけ、カービィとかなんかグッズが
なグッズ付きがなくなっちゃったとかグッズがなくなっちゃったってのはまあ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 わかるけど、飲食店で期間限定商品なくなるってことあんの？終了しました。なんだこれ。あー、マックカードが当たるみたいなのが終了しただけか。うん、え、そんなことある？お腹空いてきた。今日の夕飯は何？ウーバーイーツでチキンタンスターしよう。ちびんさやさい、こんばんは。ご飯タンスター朝、夕方メニューでしょ。夕方ですよ、朝じゃないよ。売り切れがある。へえ、めちゃめちゃ人気なんだね。今日友達にモスの、あ、モスも新しいの出てるの今日。へえ、なんか一気に出すんだね。 RTA が始まるか。あら、ファーニーいらっしゃい。 Hello, thank you for coming。 お久しぶりだね。久しぶりだ、ファーニー。1ヶ月ぶりだって。結構久々、久々だって、ファーニー。 Thank you。あれ、ピーちゃんかな。こんにちは、お久しぶり。なんかあれ、4月になってて、すごいなんか久々にコメントしてきてくれる方結構いるんだよね。あれかな、環境が変わったりとかあるのかな。来てくれてありがとう。お久しぶりでございます。お久しぶりの方、お久しぶりでございます。いらっしゃい。夕方はたまに雑談してます。お元気でしたか。お久しぶりですね、ファニー。まずまずでございます。あ、腹イーターです。腹イーター。昨日は腹イーターで寝てました。ポンポンペイン。全然英語じゃないけど。今回コナンの、あー、そういうコラボ系のやつだと売り切れんの早いのか。あ、ゴジラバーガーとかあったもんね。ね、4月だから。ハライーター。ハライーターでした。お腹、なんかね、胃が、なんかに、ね、痛くなって急に、昨日。めちゃめちゃ胃が痛くてもだえながら寝てました。今は大丈夫。昨日だ、昨日。今朝もちょっとあれ、なんか痛かったけど大丈夫だった。昨日よりはマシ。今大丈夫。ご飯立つ、あ、そうそうですよ。夕方5時からだよっていう。そうそうそう。夕方5時から朝の4時59分までだよ。ご飯タツタはね、チキンタツタは期間限定でずっとやってる。朝はあれでしょ、マフィンでしょ。こんにちは、こんばんは。アストさんいらっしゃい。オオカミ、あ、オオカミ、概要欄読んでくれたのかな。オオカミ、ちびオオカミのアウセネロと申します。来てくれてありがとう。犬が好きなんですか。カズさんいらっしゃい。ゴネロ来てくれてありがとう。今マクドナルドがチキンタツタ始まったらしくて、そのお話をしてました。油淋鶏チーズが気になります。マックカフェか。これはフラペチーノ。X でもそんな人が何人かいたかもしれない。え、そうなの。え、なに、腹痛。腹痛。腹痛。え、なに、原因、え、集団食中毒した。腹痛。ネット感染。腹痛。メニュー注文って何ですか。
キンタツタは朝マックでも食べれる。あ、ずっとあるんじゃない？時間限定ではないよ、チキンタツタはね。ご飯タツタが時間限定なだけで、夜マックだね、いわゆるネットビーム的な腹いた。みんな昨日の夜は一斉に腹が痛いってつぶやいてたの？もしかして。腹いた。アベンチャリーはまあちょっと後半ですかね。まだ石がそんなに溜まって、一応1天井くらいまで貯めた、80連分くらいまで貯めてから引きたいかな。うん、もうちょっとイベントとかまだ終わってないのいっぱいあるので、そこら辺を消化したらガチャしようかなと思ってます。耐久キャラ欲しいんですよね、阿部ちゃん。やっぱかっこよかったしね、ストーリー。ネットで注文して店員さんが配達してくれるやつ？ウーバーイーツ、マックの配達のことですか？普通にマックが提供しているやつ？普通がネットで配信。もう配信も、配信も 4D の時代ですよっつって。ダメだ、そんなこと。わしがマイクにフーってやったらみんなの耳にフーってと、もう ASMR どころじゃないよ。ああ、それがマックデリバリーっていうのか、多分それじゃない、わかんないけど。ウーバーイーツじゃん、ウーバーイーツ以外だとそれだよね、多分マック側が普通に提供してる公式のデリバリー。主人公すぎたわ、マジで。アベンチュリー、マジで。でもそのうちまた新しいキャラのなんかちょい出し出そう。引いた？え、出たってことそれ。引いたって、引いたって出たってことですかそれは。ヨミもアベちゃんもなんていうことでしょう。アベちゃん、アベンチュリー欲しいですね。4K って見る側の問題じゃない？まあ私も出力してなきゃ見れないけど。巨大化？巨大化って何？巨大化と 4K 関係ないぞ。今あれだよ、モニター縦にすれば大きく見えるよ。 ASNR？ AS 何？ ASASMR？ ASMR の AS ってどういう意味だ？ AS ネロ。どういうネロなんだ？阿部ちゃん引きな、え？引く気なかったのに。やっちゃった。マジで突っ込むか、全然見てないんだよね。性能。見てないんだ。突っ効果強いの？巨大化、チビオオカミが？チビオオカミって言えなくなっちゃうね。モス調べて。モスバーキャ。サラサラサラサイ、コンネロ。お疲れ様。今日もお疲れ様です。急にチャラいトロタマいらっしゃい。何調理して。なんか一昔前の挨拶みたい。いや、モスバーガー今スイカゲームとコラボしてんの？何それ、スイカゲームとコラボ。すり抜けたの。正気、あ、俺は一体何をしてしまったんだ。すり抜けちまったのかよ。お疲れ様だ。いやー、でもストーリーやったならちょっとね、ちょっと欲しくはなる。初見ですらさい。松本さん、コメントありがとうございます。おすすめの洗濯機？どちらも詳しくはないですが、どういう生活をしているかとかにもよるんじゃないでしょうか。なんかいろいろおすすめとか聞かれるときって、
やっぱね、どういうところをなんか欲しくてとか、そういうのを聞いた方が、言ってもらった もらってから聞いた方がいいと思います。こんにちは、来てくれてありがとうございます。うん、改善点は、やべえ、なんかみんなのネタが全くわからない。ボケが渋滞しすぎてわからん。スーさんいらっしゃい、いらっしゃい、ゆっくりしててね。甘くささやくって意味だったの。 ASMR の AS って、確かにそれっぽい雰囲気はある。遠からずって感じだ。さゆちゃんさん、いらっしゃい、こんばんは、初見です、来てくれてありがとう。謎ね。今でもとびきりチーズ美味しそう。国産牛 100%。 やっぱモスバーガーってちょっと高級志向だよね。うん、バンズはふかふかして美味しいよな。平日限定昼割りセットとかあるんだ。一突で必殺技でも、もう常にバリア張れるじゃん。で、アベバリア持ちに、バフもつけられんの？会心20%。すごっ。とびきりチー牛、違う、やばいやつ切るって。チー牛くるって。初見です、いらっしゃいませ、こんにちは、こんばんは。アウセネロです。お昼と夕方くらいに配信してることが多いです。高評価チャンネル登録してくれると嬉しいです。ゆっくりしててね。ようかんさん、いらっしゃいませ。おはようございます。今起きたのかな。おはようございます。みやびさん、いらっしゃい、こねろ。来てくれてありがとう。今日もお疲れ様。村上さん、いらっしゃい。ゆっくりしててね。モスは立地が、あ、そうなの？遠いところにあるの？なんか最近初見でめちゃめちゃボケてきて、どうしていいか分からない。なんかすごいボケが渋滞してて、なんか個性強いなって思ってるこの頃のネロでございます。すごい、みんな。リカさん、いらっしゃい、こねろー。今日もお疲れ様。個性強め、みんな素晴らしい。フリーダム、いらっしゃい、こねろー。来た瞬間にチー牛ってあんまり、チー牛ってさ、なんかあれだよね、なんかこうオタクっぽい、煽り散らかすゲーマーみたいな人のことなんだっけ。いまいち分かってないんだけど。二突でデバフもばらまく、やべえやつ。マジで？一突でバフができて二突でデバフつけられんの？やばいな。で、バリアも累積でしょ？え？アシーさん、いらっしゃい。はい。Thank you for coming。空を飛ぶ人間さん、いらっしゃい。こんにちは、こんばんは。対応に悩む。あれだね。無難にこんにちは、こんばんはでいいのかなと、ちょっと最近思ったネロでございます。なんか、すごい、ボケが、どこまで拾っていいのかな、みたいな。拾えるボケじゃない時がある。なんかそういう、なんていうか、なんだろうな、個性というか、なんか私よりなんていうかなりきってるというか、なんかこういうバカにしてるんじゃなくて、なんかすごいなーって。それでも俺は背中丸出しのスケベ衣装の無限邪魔を
で、そもそも男引かないだろう、トルタマさんは。エルジェさんいらっしゃい、コンコン、コンネロ、今日も疲れ様。まったり、今モスバーガー見てた。没個性すぎるから、俺もっと、いいよ、もう濃いから大丈夫だよ。大丈夫大丈夫、もう、推し、パンツのトロタマだ。パンツと猫のトロタマってもう、イメージはもうみんなについてるから大丈夫だ。大丈夫大丈夫。無個性が個性、デクじゃん。チー牛は見た目の、あ、そうなの？ちょ、待って、ちょっと、調べておこう。チー牛、チー牛って悪口なの？嘘。チーズ牛丼。チー牛って悪口だったんだ。貫突したら、ヨダメが150。アタッカーでもいける。ワイも個性出しとかんと。大丈夫だよ、みんな。うん。大丈夫だよ。ネットでよく見るチー牛ってどういう意味？元ネタや使い方。使い方よく使う。チー牛とは暗く目立たない性格である陰キャを指すネットスラング。チー牛はチーズ牛丼の省略であり、チーズ牛丼を注文してそうな顔。略してチー牛。チーズ牛丼を注文してそうな顔イコールチー牛イコール陰キャイコール、ま、暗く目立たない性格、マジかよ。だいぶ偏見じゃねえか、チー牛って。チーズ牛丼注文してそうな顔ってなんだよ。チーズ牛丼注文してるやつがみんな陰キャと思うな。陰キャだけど。チーズ好きだや、好きなやつ、人類の8割方陰キャじゃねえか、じゃあ。拳目の炭くらい、いらんいらんいらん、もう大丈夫だ。もうだいぶ濃いから。いいよ、もう。それ以上濃くしちゃったらもう黒くて見えないよ、ブラックホールや。オタクに近い悪口だと、オタクはもうでもそんな悪口じゃないよね。オタク、いやまあまあ、オタク、まあそんなにいい印象はないかもしれないけど、オタクって悪口ではないと思うけど。意味わからん、マジで。Hi, hello, thank you for coming.I'm Nero. Please subscribe and good button. Way. 風評被害ね。チーズ牛丼も悪そうな感じしちゃうよね。実際はチー牛って単語の使い方を知ってる時点で、それは自分もチー牛に近しい。気にしてるってこと？今知ったんだけど、チー牛の意味。なんとなく悪い意味で使ってるんだろうな、みたいな。ケイタさんいらっしゃいませ。お疲れ様でございます。うん。今日？今日の話ですか？今日彗星が来るんですか？あ、違う。20日21日に来るよって話ですか？へえ、来週？週末かな？今週末かな？彗星とか一回も見たことないな。チー牛頼むとそんな目で見られるのか。こいつチー牛頼んでやがる、陰キャだって。吉野家では唐揚牛、何それ、唐揚げ牛丼。オタクがおーっていう、まあ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 、そうだろうけど。チーズ牛丼悪く言われてる感じしちゃうの。画像検索したら多分チー牛頼んでそうな顔が出てくる。いや、なんかまああるけどさ、なんか横顔みたいな。何、チーズ牛丼、インゲはみんなチーズ牛丼頼むだろっていう、あれ、そういう感じだね。
巻きたいなさい。これ力尽きちゃった。寝てた。今日休みだったんでしょ。まあにあーに近いニュアンスになってる。あ、そうだよね、オタク。うん。まあ何な、なんかもうアニメ、二次元系の何か、アニメでも漫画でも V でもね、なんか好き言うたら、あ、オタクだねみたいな感じで、別に悪い意味で捉えないと思うけど、普通にオタクだねって言われちゃうと思う。2061年生きてるかな、ネロ生きてるかな。頑張って生きるわ。おもちゃのふうさんいらっしゃい。こんにちは、こんばんは。来てくれてありがとう。まったりお話ししております。水星、何それ。オムニアムの供給源、あ、源頭。右脇、誰か刺されたんちゃう。え、チー牛。チー牛なんかメガネかけて、ちょっと短髪で、なんかちょっと醤油顔の写真出てきたけど、チー牛。チー牛はさすがに悪口なんだよね、きっと。チー牛顔。オタクは悪口じゃない。ネットスラングってでもあんまりいい意味ないのか。にちゃんとか見たことないんだよね。にちゃんで画像が貼られてて、それがなんかチー牛食ってそうだなみたいな。へえ。あ、ネット感染のやばい、昨日からなぜかなんか腹痛が結構ね蔓延してるらしい。マキタに移ったか、腹痛が。ごめん、それ私の腹痛なんだ。明日にはなくなると思う。こんにちは、こんばんは。将軍さん、可愛らしい。あら、私のコート、ありがとうございます。コメントありがとう。ちびおかみの青瀬ネロと申します。この時間帯かお昼前後を配信していることが多いです。その画像の人の吹き出しでチーズ牛丼くださいみたいなのを、あ、言ってる、消しちゃったけど言ってた。ルヒムさんいらっしゃい。あ、聞いとった。なんでチー牛イコールオタクなの。お、なんか、なんかさっき見た限りだと、なんか陰キャっぽい顔の人はチーズ牛丼頼んでるだろうみたいな、なんかそういう感じらしい。陰キャのオタク、チーズ牛丼頼みがちっていうのが、なんかもうチー牛イコール陰キャオタクっていう、なんかネットスラングらしいよ。マキタがなんかまた、なんか何語か、なんかもじゃもじゃのコメントしてる。もじゃもじゃ、愛おしい言うてる。腹痛のために言語を忘れてしまったマキタン。陰キャって暗い人？そうだね、陰キャ、うん、そうだね。陽キャがウェイ、なんてなんかすぐ人見知りしないでフレンドリーでっていう感じかな。陽キャがそれの逆。陰キャ、暗くてあんまり社交性がないって感じかな。オタクのイメージ像的なスレかなんかでその画像が貼られて、チー牛頼んでるっていうイメージができた。へえ。だいたいネットスラングって2チャンネル由来だよな。チーズ牛丼でそんなうまくなさそう。どうだろう。私はチーズ好きなんで、結構もうチーズと名のつくものは大抵頼んじゃうけど、大抵外れないと思ってる。こんばんは、いらっしゃい。どこでお名前呼んでたっけ私。オルベリークさんで
ゴルベリックさんいらっしゃい、こんばんは。何語なんだよマジでそれマジでこの世に存在する言語だから翻訳はできてるらしいけど、マジで見たことなく毛の生えた文字。人との付き合いが苦手な人のことを陰キャと言うんだよ、だってなんか毛の生えたコメントでなんかマキタンが言っとるわ。チー牛、まあハイカロリーだね。ハイカロリーでやべえなって思いつつ、たまに頼む食べたくなるかも。ナメック語？これナメック語？そんなんの？ナメック語って Google 翻訳できんの？どんぶり自体あんま好きじゃない。ルヒメさんって何食べれんの？生物とどんぶり系が食べれないの？まあそんくらいか食べれないの。ああ、分けたいってことね。どんぶり、一緒になってんのがあんまり得意じゃないのか。チーズ牛丼美味しいと思うけどな。チーズが好きだしな。人付き合いが苦手、つまり一匹狼、陰キャ。まあ、いやでもどうなんだろうな、陰キャ。どうだろうな。でもみんなとワイワイなんかマルチゲーム好きだし、どうなんだろうな。私は陰キャっていうのかな、よくわかんない人見知りあれ、キョウちゃんいらっしゃい、こんねろ、今日もお疲れ様、メンバー更新ありがとう、15ヶ月だもん、ありがとう、ナイス更新ありがとうございます。今日もお疲れ様、矢塚さんいらっしゃい、こんばんは、今日もお疲れ様。チーズバーグディッシュ食べれる配信、やった、買って食べてもいいけど、うちで注文は受けたまっておりません。ちゃんとウーバーイーツでチーズバーグディッシュをびっくりドンキで頼んで、なんか毛の生えた毛生えてないミャンマー語、あ、そうなんだ。私特に人付き合い好きなわけじゃないから陰キャ、なんかまあ難しいよね、難しいよな。これはそのような言語ではありません。ナメック語じゃないよって。チー牛は熱々じゃないとチーズが固まって美味しくないから、猫舌からしたらチー牛はまあ好きじゃない。まあ、チーズはチーズで単体で美味しいんじゃない？ 3 種類のチーズ入ってるでしょ、多分。すき家だと。3種のチーズ牛丼だよね。チーズ自体美味しいからいいんじゃない？一緒に食べて美味しいかはさておき。どうなんだろう。人付き合いが好き、嫌い、陰キャ。どうだろうな、陰キャ。ほっこりする声ですね。だってありがとうございます。Thank you for coming. I'm Nero. Please subscribe and good water. So happy. 1年早いね。もう15ヶ月って、もう、ま、そうだよな。面試が始まって、その月に入ってくれて、あそこ、メンバーができて15ヶ月ってことか、じゃあ。早いね。あ、お迎え行ってらっしゃい。おとなしい子。おとなしい。まあ、そんなに騒ぐタイプではないね、確かに。ほっこりする耳って何？耳がほっこりって何？ネクラ、陰湿、性格、別所、あ、まあまあ、陰キャ、まあマイナスだよね。あ、そうかもね。まあ、なんか、なんだろう、人付き合いが嫌いなわけじゃないから、
別に人といるのは別に友達とご飯とか好きだし、なんだろうね、陰キャ、陰キャではないのかな、どんなんし、そうだね、なんて言うんだろうね、自分なんて言うんだろうね、陰キャね、QBB って何？あ？バーベキュー、バー BBQ じゃないの？QBB って何？チーズを単品で食べる。ミャンマー語は得意だよ。それ何言ってるか分かんない。全部ミャンマー語って言ってる？言ってらっしゃい。ハロー、こんにちは、いらっしゃい。キュートウルフな？キュートウルフ。キュートウルフで頼みます。キュートリトルウルフ、OK？ これからは陰キャとは言わずに、陰者と言おう。陰者？それでいいの？ロムってこと？中田さんいらっしゃい。ニンニク漬け小悪魔風、何それ、ニンニク漬け小悪魔風、どういう、あ、メーカーなの、キービュー、え、QBB って、わかんない、食べ物屋さん、バーガー屋さん、 QBB って、わかんない、初見です、いらっしゃい。来てくれてありがとう。こんにちは、こんばんは。ゆっくりしててね。キュートウルフ？違うよ。キュート。キュートフォックスって言われたから。キュート。キュート、違う。同じ武器をして。オオカミ、イエスイエス、ウルフ。リトルブルーウルフ、オッケー。オオカミ、そう。分かってくれた、いい人。ベビーチーズ？あー、なんかあの、4連とか3連みたいな、なんか、あれ？ブロックチーズみたいなやつ？クオリティオブ、ボッチバーガーのことだよ。すぐ嘘教えるからさ、みんな。ボッチバーガー。すぐ切れそう。陰キャがすぐぶち切れる。スーパーとか4個入りの、分かった、思い出した、あ、なんか細い薄いやつね、分かった。 QBB、 こんばんは、夜ご飯何食べるんですか？決めてないです。何食べますか？龍神さんは何を食べるんでしょう？まだ決めてないです。お腹空いてないです。何か急に頭に。キュート？リトルキャット？それはあのトロタマさんだけがずっと思い込んでいる病気。ワンワンじゃない、フェンリル、ワン、フェンリルかな、フェンリルがいちゃんちゃかい。あー、わかった。なんかいろんなやつある、ガーリックとかアーモンドとかカマンベールとかいろんなやつあるやつだよね。わかった、あれのことね。避けるチーズはまた別だよね。猫ちゃん、いや、トルタマさんは私のことを猫だと思い込んでいる、あの、タマだよ。キュートネロ、バズった。バズったって2人しか言ってない。2人の中で、あの、なんか急に流行りだしただけだ。これバズりとは言わない。ワンワンじゃない。え？あ、でもフェンリルはワンワン。ワンワンちゃワンワンかな。何、また禁止して、サケチーのことそんな言い方してんの？どういうこと？
独特すぎるだろう。こんばんは、コメントありがとうございます。あおしさん、コメントありがとう。ちび狼のあおせねると申します。だいたいこの時間かお昼前後配信しております。チャンネル登録高評価で応援してくれたら嬉しいです。あー、避けるチーズは雪印か。全然メーカー違かった。 QBB っていうメーカーなんだね。へえ、なんかバーベキューの言い間違いかなってちょっと勝手に思い込んじゃった、ごめんね。言い間違いかと。 QBB 極限まで細く裂くのが趣味だった。趣味っていうの、それブームじゃない、それこそ。趣味って趣味にしたらまずくない？流行ってたってだけじゃない？あの頃は全て輝いた全盛期、自分の全盛期、あの頃が一番楽しかった。陰キャじゃん。避けるチーズを極限まで細くするのが一番の楽しみだった。陰キャって言わん、それ違う。ワンちゃん、ワンちゃん、まあワンちゃん、まあ猫ちゃんって言われるよりワンちゃんの方がまあ近いし嬉しいかな。まあ猫も好きだけどね、基本ケモは正義なんで、モフモフは正義なんでね。モフモフを愛せよ。サキルチーズ、あー、裂くの？細くするの？まあ、細くした方がなんか味わえるよね。なんかそのまま食べてみたいなっていう気もするけど。なんか一時期というか、なんか結構前に、じゃがりこをお湯で溶かして、練ったものを丸くして真ん中に裂けるチーズ切ったのをさ、ゴロッと入れる何か流行ってたよね。だいぶ前だけど。お、ネルか？これ山田ネルが来たぞ。初コメだってよ。本物ですか？ネルいらっしゃい。こんばんは、お疲れ様。モフモフ、モフモフは正義だろう。やっぱ。あと1時間ちょいで。あ、そうなの？あれか。なんだっけ、ビリビリ？ビリビリでやるの？いやさ、あんまりさ、言動はさ、配信でさ、まあ、体育場の話さ、まあ、出せないからさ、情報入れないようにしてんから。ちょっと見ないようにしてんだけど、ちょっと見たいな、バージョン4。初コメだよ、マジで。初コメって書いてあるわ。初コメだってよ。初コメって書いてあるよ、ネル。野菜、お疲れ様。今なんか、酒地、まあ、なんかいろんな話してるね。いや、ネルの配信たまに潜って見とるわ。なんか羊毛フェルトしてんなーと思って見てたわ。そのままモキュモキュ食べるのも、そのまま食べんだ、酒チ。大人食いだ、大人食い。避けるチーズめんどいからそのまま食ってる。いや、大人食い。大人になったな、みんな。マジか。いや、まだ貧乏症かもしれん。避けるチーズ、いまだに裂いてます。まあでも、そんなにね、安いもんじゃないからな。裂いてるわ。アセリさんいらっしゃい。おはよう。お疲れ様。バームクーヘン。あー、ペロペロ めくりながら食べんの？ハロー、Thank you for coming.Good evening. いらっしゃい。I'm Nero. Call me Nero ちゃん。OK?リトルウルフガール。ビリビリ？初見だで、初見ではないでしょ。初コメでしょ、初コメ。見ちゃダメだ、何を。見ていいでしょ。ロムでいいでしょ、ロム。サイちゃんさんいらっしゃい、こんばんは。なんでまた先チーズなんだよ。
なんでまたにしちゃった？そのまま食べたら避けちゃうだろう。いや、避けさせるチーズなんだから。商品コンセプトが、もう避けさせること前提なのに。コンビニのラーメンに入れる。あー、なんかそういうアレンジ系も結構あったよね。バージョン 4.0。 え、ビリビリって、あー、なんかでもビリビリだったかな。なんかアカウント作った気がするんだよな、見るように。いや、ビリビリじゃなかったかな。いや、でも見ちゃったらなんか配信でポロっちゃいそう。配信で言っちゃいそうだから、ちょっとやっぱ見ない方がいいかな。楽しみだな、バージョン 4.0。 酒チー、みんな大人になった。かけるチーズをそのまま食うなんて、まだそのまま食べたことないかも。多分そもそも避けるチーズが高い気がする。200円くらい1個。やっぱ QBB じゃない？あれ4個くらいで100円じゃないの？ふわさきな。ふわさき。ふわさき、豪気。でもふわちゃんは工場落ちしても、なんかまだまだ、ね。活躍しそうな、まだまだね、唯一無二の感じするけど、豪気があんまりいないってのもあるな。あー、見て内容忘れればいい。あー、まあまあまあ、確かにね。確かにね。え、ビリ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 、なんか何も、大陸版何もフォローしてないから分からん。楽しみだなってずっと言っちゃうじゃん。絶対言っちゃうよ。え、ビリビリ。みんな見るの？ビリビリ。ね、もう自分のアカウント何で作ったかとか覚えてないマジで。作った気はする。検討、どこで検索すんのそれ。これん、タワーオブファンタジー。あ、出てきたわ。あ、てか PV すら見てないもん私。なんとしょった。アイカロスね。あー、確かにイカロス取った方がいいのかな。え、これ何、ビリビリの、ん、ビリビリってなんかその予約配信枠とかないパターン、ツイッチ的なのアーカイブだけあるパターンなのこれ。よくわかんない見方が。ん、なんか何、どう見んのマジでこれ。マジで分からん。小学校の給食で酒チーが、で、え、給食で避けるチーズって出てくんの？え、太っ腹じゃん。グラビティレール。あ、町の人の同時視聴枠。あー、そういう感じか。ビリビリ自体をそのまま見るわけじゃないね。ちょっとバージョン 4.0 見るか。さすがにちょっと どこ音量、これか。気合入ってた。同時視聴、日本語わかる人の同時視聴で何言ってるか。やべ、もうなんか言語が何言ってるか分かんないから、ちょっとさすがにちょっとなんか集中できないな。なんかアーシャ大陸とか出てる。ちょっと画面映せないけどね。
ビリビリ裏で今 PV の4見てんだけどめちゃめちゃなんかすごい近未来的、あ、これ以上見るにはログインしろみたいな感じで言われた。ダメだ、最初しか見れなかった。ダメでした。怒られた。ドレクサイダッサイ、こんにちは、来てくれてありがとう。青瀬ネロと申します。ゆっくりしてってね。ダメだった、怒られちゃった。怒られちゃった。ログインしてくださいって。これ以上見たければログインをしろ、アカウントを作れ。いやー、アカウント作った気はするんだけど、何で作ったかマジで覚えてない。配信しながらできる作業じゃない。マジで。その辺の車パクって乗れるのかな。そういう、そういうなんかこうオープンワールド、いや、オープンワールド、なんかそういうのあっても面白そうだな。まあ大きいバージョンだから、なんかがっつり変わっても面白そうだな。環境がいいところは残しつつ、おこせ、なんか私が怒ってるみたいじゃないそれ。私はおこじゃないよ、おこじゃないよ、怒ってないよ。皆さん今日の、あれ、そういえば今日の夕飯って聞いて答えてもらってないな。いなくなっちゃった。みんな今日の夕飯は食べました？7時だもん。夕飯今からか。今日の夕飯は何ですか。でもマックとモスの話したから、ちょっとウーバーじゃなくてマックだとマックデリバリーがいいのか。チキンタツタマックデリバリーしたいな。えいえい、あ、なんだっけそれ、ポップテーピーピックだっけ。見たことないけど、なんかネタだけ知ってる。マジだね、ネタだけ知ってること多すぎて分かんなくなっちゃうんだよな。マック、あ、そうか、クマさんマック、マック買ってきた言ってたもんね。これからか、これからか。みんな遅めの、遅めの夕飯時だ。私が住んでいる町からサイレン、え、あれかな、救急車とかかな。大丈夫かしら。生肉、生肉今食えないだろう。生肉好きだけどね。ユッケ、焼肉ベランダで、そんなバーベキューみたいなことすんの。平日、週末じゃないのに。でっかいベランダ、いいね。焼肉ができるほどのベランダがあるんだ。え、バーベキューってこと？あー、確かに。ポプテーピーピックサイズって言われたら確かにそうかもね。なんかネロの顔立ちがポプテーピーピックによってもみんなわかんないんじゃない。ポプテビビックの絵柄に顔立ちに、顔立ちしたネロくらいなら自分で落書きできそう。サムネ用に書くか。トレスオッケーなのかな。カンピロバクター、生肉。やめろやめろ、カンピロバクターじゃなくてもなんか胃に結構勝ってそうだから、胃が弱くて。もうネロの胃壁はボロボロよ。あ、ソロ？あ、そうなの？ソロ焼肉？バーベキューじゃないのか。普通にあれか、なんていうの？コンロ、なんていうんだっけ、ホットプレートか、ホットプレートをベランダでって感じ。いいじゃん。あれ結構あれかな、なんか
キャンプ用品とか持っててベランダでやるみたいな人もたまにいるらしいよね。いいじゃんね。大きいベランダとかあったらな、たまにそういうことしてもいいな。家でホットプレートでやるより匂いこもらなくていいよね。アムさんいらっしゃい、コンネロ高評価ありがとうございます。今日もお疲れ様。青瀬ピピクク書いちゃう。トレスワができるぞ。え、七輪、え、炭ってことだよね。じゃあすごい本格的だった。七輪炭焼肉、すごいいね。いいですね。周りに焼肉の匂いがとても漂ってし、いいな。家でバーベキュー、バーベキュー呼ばれたことはあるけど、まあバーベキュー呼ばれたら私はあれだよね、肉焼く係になるタイプよね。陰キャか、これは陰キャか。また毛生えてきたじゃん。コメントに、まあ来た。サイレンっていうゲームのサイレンみたいな音の、あーか、名前は聞いたことあるけどわかんないな。サイレンっていうゲームはサイレンの音が鳴るんだ。そもそもお肉が食べたかった。食べてよ、今日休みだ。今からでも焼肉屋さんに行けるって。まだ7時だ。予約せ、予約。肉焼くの楽しいよね。まあ嫌いじゃないけど、なんていうか、あ、いや奉行、多分奉行とかって感じじゃない。ほらみんなでさ、わちゃわちゃさ話してる時にさ、なんか世話しないじゃんね。あ、なんか私がやるかって感じだよね。髪の毛の話、え、髪の毛の話してた？してないよ。あ、マキタンのコメントに毛が生えてるみたいな話じゃない。敏感すぎだろ、気にしてんじゃん、トルタマさんが。庭バーベキュー、あー、まあ確かにね、まあ、そういうこと考えるとやっぱ外食が一番いいよね。ほら、毛がいっぱい生えてる。何語だったっけ、何語、フィリピン語だったっけ。ハゲは敏感敏感肌なの。敏感肌で多分気にしてる。そういう意味で言ってんじゃないよ。トロダマさんのそれはあれじゃん、さすがに敏感になっちゃう。界隈がなんか何言ってた。家の隣には焼肉屋さんがあります。なんか Google 翻訳マジでちゃんとしてんだよな、この言語。焼肉書いてある。肉を焼きながら生の玉ねぎを食べるの。あ、そうなの。玉ねぎ、焼いた玉ねぎ結構好きだけど、なんか丸輪切りにしてある玉ねぎ。こんばんは、いらっしゃいませ。ブラックさん、ブラックさんでいいのかな、お名前は。ベビースターラーメン丸は知ってますか。あの丸いやつですか。丸いベビースターを丸の形にしてあるやつのことを言ってるんだったら知ってます。それが何ですか、好きなんですか。ようかんさんがなんかさっきから荒ぶっとんな。なんかアイコンよく見たらさ、ようかんだけどさ、名前はようかんなんだよね。ちょっと矛盾があるっていうね。嘘か本当か、初見で嘘か本当かわかんない冗談はちょっとあんまり触れないでおくけど。
輪切り玉ねぎは焼くと、そうそうそう、甘い、甘いよね、そう、輪切りのやつね。13個買ったうちの5個一気食いしたんだけど、やばくない？え、1個、え、1個って親指の先サイズくらいじゃないですか？あれ？私の勘違いですか？ 5個、え？ 5個って5袋の話？5個の規模がわかんないけど、13袋買って5袋を食べたって話ですかね。右足に違和感、なんで？ベビースターラーメン丸と関係あるのかな、それは。うわ、なんかすごい、なんか文字が進化してきたよ、なんかもう絵文字みたいじゃん、囲われて。ローストチキンが好きです。それもちゃんと文字なんだね、すごいね。5袋、ま、ど、べ、うん、べ、やばい、もう、いいんじゃないですか。わかんない、1袋が何グラムかわかんないけど、別に悪いとは思わないですけど。オレンジさんいらっしゃい、こんにちは。初見ですかな、初心者ですって翻訳されてるけど、こんにちは、 Thank you for coming。 59g、 5袋、まあめちゃめちゃ食べるなって、やばいとは思わないけど、うん。リリさんいらっしゃい、こんねる、今日もお疲れ様。なんだ、焼肉の話してたね。焼肉、そういえば孤独のグルメ見て焼肉行きたいなって思って、焼肉、あーでも焼肉行きたいなって思って、焼肉ってそうそう行かないよな。なんか マックとかモスとかみたいに、なんかそういうのだったでさらっと行くけど、焼肉行きたいなーで焼肉行った試しないな。なんか友達に誘われていくくらいだな。私を焼いても何、また炎上ってこと？それはもういじめってことで、米版だな。タイム、最近はあれだよ、タイム、なんだっけな、これ、あ、タイムアウト、そうそう、タイムアウトね、しますんで、ちゃんとタイムアウトしますんでっていう言い方もあれだけど、ちゃんとタイムアウトしますんで、皆さんのコメントを。タイムアウトです。一時イエローカードです、イエローカード。13袋を1日で一気に平らげたのはやばいのか。いや別にやばいってどういうやばいのかわかんないけど、夕飯でいいんじゃないですか。はじめまして、こえくんさんいらっしゃい。英語は理解できますか？簡単なものであれば Google 翻訳があるので理解、まあか、うん、そうだね、 Google 翻訳で翻訳できる分には読めるけど、答えるにあたっては英語では喋れません。私は英語です。え、どういう意図で聞いたのかわからないけど、日本語でいいってことですか？暴飲暴食していると痛風という恐ろしい病気があってだな。あれ、痛風って結局なんかそのプリン体の取りすぎとかそういう感じじゃなくて、まあ何でも食べ過ぎは良くないと思うけど、別に一時のなんかそんな、な、5袋一気に食べちゃったけど、でそんなすぐ病気になるとは思わないけど、まあ何でも
何でも限度ってものはあると思いますよ。ココイチカレーでライス500とかあるしまあ飲食店だからな、別に止めはしないだろう。確かにでも細い体の人がなんかめちゃめちゃ大盛りとか頼んだら、え、食べれるんですかみたいな聞いてくる人はいると思うけど。コンビニのおにぎり2つと通常サイズペヤング2つを平らげて、謎の痛み、病院行ったらいいと思います。痛みがあるなら病院へ。マックスさん、何が原因かはちょっとね、ここで相談することではないかなとは思う。まあ心配だったら病院行った方がいいと思います。まあなんかガチのコメントを期待しているんだったら、そういうなんか症状系に答えるのは医療従事者じゃないと、そういうの答えちゃいけないのでちょっとあんまり言わないっすよ。人に心配はするけど、ガチ回答するとね。そう、診断はできないので、ガチなこと言うと、まあ、それって痛風だからみたいな、そういうなんか判断的なことは言っちゃいけないんでまあ本当に、まあ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 、今自分で調べられるんで、まあ、そういう可能性もあるから病院行った方がいいよくらいしか、ちょっとそれくらいで控えさせてもらいます。ガチで言うとね。不倫体気をつけろトロタマさん不倫、痛風の存在をしてから魚卵、まあでも、あーまあそうだね、なんかゆで卵、鶏の卵とかはまあ食べた方が逆にいいみたいな、逆にっていうのもおかしいな、食べた方が、まあ何者もさ、食べ過ぎは良くないってことよ。たらこもちょっと食べるくらいじゃ全然いいしさ、そういうことよ。果物を食べよう。ああ、カリウムがいいよね。カリウムは排出するからね。なんかあれじゃない、ストレスでめちゃめちゃ食べてるみたいな話なんじゃないですか。まあ痛みの原因、病院行って痛みの原因が何もなかったら、まあ精神的なものかもしれないですね。ランが工場落ちで、うん、ランの、あ、ラン持ってないの、あ、そっか、え、トロタマさんってこう氷だけ、あれ全属性やってないっけ、トロタマさん氷だけなんだっけ。あ、持ってないのいっぱいあるが、ハロー、 Thank you for coming。 ベビースターラーメン中毒なのかな。ラン工場、あれから長い時が急に正常に戻ったマキタンが、ノーイングリッシュ、あ、日本人です、日本狼でございます。 Google トランスレイトで翻訳読めますが、日本語です、よろしくお願いします。氷と胃の、あ、そうなんだ、じゃあなんかガチガチ課金してると思ってたけど、なんかそうでもないのか、トロタマさん。まあ氷はでも全貫突、ボリ貫突か、血迷って霊一突したけどまあまあコラボなんでね、コラボのもう出ないから、幻冬老人会それってリリース、スタートダッシュ勢のこと、スタートダッシュ勢のことを老人会、昔だのーって言うて1年ん
8月だからあと4ヶ月で2周年、 1.5、 あれ 1.5 周年記念やったんだっけ、ん違う、あーそうか、いいな、 1.5 周年記念こんばんは、いらっしゃい。スパないね。いいよ、スパ。スパお待ちしてます。自分も老人。今はやってない。やってないじゃん。聞き耳の隆起が新参者だからって。隅っこで昔はどうだったんだろうって。聞き耳を立てる。年一突してイノーサンドでサボテン殴ったら、あ、そうなの？へえ、氷、でもなんか結局矢野ちゃんは何？情報修正されたの？全くそこら辺の修正見てないんだけど、情報修正されて強くなったの？矢野ちゃんの氷パワー。アーシャ大陸の探索ポイントを探し回ったのもう今はのなんか上下にある矢印のマークがあるからいいけど、昔はの点しかなくての上にあるのか下にあるのかわからなくての、いいか、ジェッパが強いんじゃ。あったな、なんかみんな、なんだっけ、ジェッパジェッパ言って、何ジェッパって言ってたことあったもん、私、配信で。なんだジェッパって。矢野ちゃん、情報でも過報でもなく、ああ、バグが治った。へえ、そういうことか。バグってたんだ。ロボットアームに感動したもんじゃ。ね、みんな120円、120円だっけ、120円は課金しとけよみたいな。それか課金したくなければもうあいつをってね。 DPS チェックもきつかった思い出がある。あ、そうなの、 DPS もう何もなんかさ分かんなくて、火力運でも何もやってなかったけど、あ、まあサボテンとかなかったからってことかな。訓練所みたいなのもなかったもんね。から過攻撃はやばいんじゃ。ジェッパでね。昔の幻灯あるある、公式生放送でのワールドボスセベクの激あるあるじゃないぞ、あれ事件だ、事件事件じゃんそれ。あのピーナッツさん激おこ事件、公式放送でガチギレ事件。かなり便利に、まあそうだね、今キャラ武器ごとにさ移動できるキャラもいるしさ、マジ移動はとても便利になったね。あ、人工島の、あれでね、何秒で消えるから。なるほどね。それでやってたんか。ジェッパリ、マジジェッパリって何？って思ったもん。パーティー組もうって。まあ、ああいうのはね、一人で探索して楽しいゲームだからさ。うむ。公式放送ガチ切れ事件がね、あったんすよ。人が集まりすぎて、まああの頃、まあ人気だったってことよね。人気だった。あの頃。あれ？あの公式放送って、あれかに、虹、が公式放送で出てた時？だよね、きっと。だからこそ、まあ人が集中したってのもあるのかな。確か。
セベクはレベルが低いと常時ダメージを受けるんだ。あ、サプレッサー上げないとね、確か次のというかなんかいけないよね。あれ、今はあれって一生のなのかな、さすがに一生サプレッサー上げないとマップいけないみたいな。あ、2時20分のゲストだったからってのもあるよな、きっと。じゃあ新規幻冬民の知らないことをサーバーが細かく分かれてて一緒に遊ぶにはノラマッチングするしかなかった。あー、サーバーね。あれ、サーバー統合っていつだ？去年、あれいつ統合したっけ？いつ統合したっけ？去年春ぐらいだっけ？あ、そうだね。一応もうどこ、今始めるとサーバー選ぶとかってあんのかな、むしろ。どうなんだろう。で、私はたこ焼きサーバーってとこで検討を始めてて。こんにちは、こんばんは、初見です。コメントありがとうございます。お、高評価もしてくれたんですか？ありがとう。チャンネル登録もしてくれた。ありがとうございます、流星さん。嬉しいです。ぜひね、見かけたらまたコメントしてほしいな。チャンネル登録、ありがとう。統合は、あ、吸域の時だっけ？そんな、春とかじゃないか、じゃ。アリシヒデ、ココリッタを担いで1位を取った思い出がなんで。なあ、そんなことあったの？期待されてるゲームの初期のサーバー乱立。そう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 。そう、めちゃめちゃサーバーがあって、桜、寿司、たこ焼き、ねえ、いろいろ、なんかあったのもうわかんないけど、うん、徐々に統合されてってね。そうそうそう。今だともうどこから始めても誰とも遊べるけど、誰ともあの同じマップで、ラインさえ同じだったらいいけどね。昔はたこ焼きサーバーで始めてたら、たこ焼きサーバーの人じゃないと同じマップにはいられない。そう、そんな感じだったんよ。ネロさんと遊びたくばたこ焼きを選ぶんじゃもう選ばなくて大丈夫だから、どこから始めても。え、いいよね、大丈夫だ。そもそも選ぶんかな、一応選ぶんかな。統合されたの、統合いつなんだろう。まあ、徐々に統合されたよね、一応。なんか5個ずつくらい統合して、で一気にもう一緒になりますみたいな感じになったんだよね。リセマラまあソシャゲはいるよね。たこ焼き1位。あ、そうなの、マキタン。たこ焼き1位。あ、でもマジガチ勢だったもんね。アジアパシフィックのフェイト。あ、そうなんだ。一応選ぶんだね。そうそう、アジアパシフィックで始めてたらもうそのフェイトとか寿司とかノバーとかいろいろあるんだけど、フェイトとかのそこら辺はどこ選んでも、アジアパシフィック内だったら遊べる、一緒に。そう、昔はそのフェイト、龍騎がフェイト選んでたら、フェイトを選んでる人としか同じマップでは遊べなかった。違う、まあ私だ、たこ焼きの人と遊ぶってなると、マッチングするコンテンツしか、なんか連合とか、でも一応なんかあったよね、マッチングするサーバーとしないサーバーも一応あったんだよね。うん、だからまあそう、結局は遊べないんだよ、昔はね。吸域に入った直後に全サーバー統合だったんだ。
へえ。事件ネメシス闇市コイン事件、え、そんなのあったの？知らんな。何それ？エデンで始めてた？まあまあね。でもどうだろう。エデンとか、いや、たこ焼きがね、なんかそう、たこ焼きがなんか微妙な位置だったんだよね。そう今コメントしてくれてる人でたこ焼き民って誰だ？マキタンとミヤビさんと熊野さんとエルさんか。たこ焼き民。クサいらっしゃい、こんねろ、来てくれてありがとう。今日もお疲れ様。たこ焼き、私もずっとたこ焼きだね。移動してない、結局。うん、あ、サントさんね。エリゼさん違かった。エリゼさん違った、たなんか一緒にやってたかなとか思っちゃった。違うか、そっか、違かったか。序盤の説明文詐欺、いやー、あれはもう幻灯語だから、詐欺というか幻灯語の解釈じゃない。ネメシスガチャが表示より早く終わる符が、あ、そうなの？そうなんだ。統合前にサバ移住システム、そうそう、それで移動しちゃった人も結構いるよね。やっぱなんか寿司が人口多いから寿司に移動しますみたいな。ちょっと私はたこ焼きだね、結局。なんかまあ後の、なんか結構すぐに全サバ統合しそうな雰囲気みたいなの聞いたから、まあそんなにかそってなかったし、たこ焼き言うほどかそってなかったよね。少なかったけど人は。まあいいかなーって感じでずっとたこ焼きにいたな。そんでネメシスガチャが終わったのは不具合だったか。ガチャが終わったのが不具合。へえ。間違えて配布してしまった闇市コインを回収して、へえ。本当にネメシスガチャって一番最初のガチャだよね。へえ、そんなことあったんだ。最初は表記上のパーセントと実際のパーセントが違った。え、ガチャ？おまとに。サバ移動は、本当にその統合ができるように、ちょこちょこ統合し始めて、サバ移動チケットみたいなのが買えるできたんだよね、確か。有料で、なんかかそってるところの人に1枚無料で配られて、それ以外は有料の移動チケットみたいなのがあったんだよね。その後ゲーム体験を損なうという理由で闇地コインは回収せず、酒火コインを戻し、ネメシスガチャは何コイン多く残していた人は工場武器を突つ進めることができたため不公平を感じまあ多くコインをもらってるって感じか。へえ、そうだったんだ。毎日ワルチャで変なこと言ってた気がする。あ、そうなの。輝いてたじゃん、幻灯で。フレイヤとか表記より内部パーセントが強くて炎上してたし、やめろやめ、炎上、いや、誰そんなこと言っちゃう。間違いは誰にでもある。サバ移動のチケット無料で配ってたけど、私も結局、移動しなかったから使わなかったな。まだバッグにあんのかな？消えたか？最初に、あ、そうなんだ。そんな、あれ？そんなに2時の方、リリース前から公式やってたのか？
二次の人見てやり始めて、へえー、そうなんだ。え、でも二次の方はたこ焼きで始めてた人はいないよね、多分。大体公式放送でやってた人、フェイト、エレン、桜とかだった気がするけど。ルチル3000個事件。なんか、いや、もっと楽しい話してよ。事件じゃなくてさ。事件しかないじゃん。もう、幻灯。楽しい、面白事件にして、面白事件。サービス開始すぐに発生した事件。マンスリーカードを購入すると300ルチルがもらえるってなってるけど、あ、マンスリーカードもなんか徐々になんか変わってってやったな、中身。ダンスモーション実装漏れ事件。何それ、全然私知らないんだけど。事件とか。マジで。そんなにあった？マジでみんなから教えてもらうまで知らないみたいなことよくあるんだけど。事件バッグ、ほんとだよ。もう楽しい、面白バグみたいな。3000個って書いてあったけど、実際は300個。いや、まだ幻灯語だって、それはもう。表記ミスが、多いんだよね。多分。今でも幻灯語がって言われてるけど。多分ね。なんだろうね、日本語訳にするの、そんなにって感じ？ダンスモーション追加ガチャ実装直後にガチャでモーション当てると正常に反映されないっていうバグが2、3ヶ月も直んなかったの。へえ。まあマイナスなこととか嫌なことっていいことより記憶に残りやすいって言うもんね。まあそれほどフラストレーションがね、たまってるってことよね、きっと。でもそれでもまだやってるってことは楽しいって、面白いって思うんだから、ねえ。ねえ。ねえ、みんな。頑張ろうな。日常、そうそうそう、日常だから。クロウの出っ張り太陽手のひら返し。なんかあったな。そこら辺、出っ張り全然使ってなかったけど、なんかそこら辺よくあったらしいよね。マロミさんいらっしゃい。こんばんは。来てくれてありがとう。さあ、ゼミは謝る。ことじゃないよ。ね、クロウの出っ張りが強いみたいなね。使用であり正常ですって回答されたけど、結局なんか弱くなったんでしょ。久しぶりにインしたけど、地主ポーカーとかやる建物の天井未だにすり抜け可能。誰も報告してないじゃないの。そういうバグは、そんくらいのバグならもう誰も報告しないんじゃない。わかんないけど、もう そこくらいは可愛いもんよって思っちゃってんじゃない。可愛い可愛い、そんなもんですよ。そんくらい。知らない、私知らないからな。見てる限りやべえ。もうリリース当初からバグと表記ミスが多くて、プチ炎上を繰り返している。プチ炎上っていうか、会社ごとみたいなのはないんだけど、なんかユーザー間で燃えてるって感じだね。まあでも本当に
ゲームは面白いと思うんですよ。だからまあ 今もまだ続けてるし、本当にね、ゲーム性、システム、まあシステム面って言うとちょっとあれだ、ゲーム性はね、アニメ調でキャラクリエイトもあるし、面白いゲームだと思うからもっと頑張ってほしいんですけどね。公認もやってますし。ギルギルさん、ラッサイコンネロー、今日もお疲れ様。まったり、今なんか幻冬の過去話をしてた。バージョン 4.0 大陸版の方で今日公式放送らしい。昔はノーって話をしてた。まあまあ、でもゲームっていうのはね、だんだんそうやってさ、ユーザーの意見でさ、良くなってくもんだ。まあそれがちょっとひどすぎるってのはあるのかもしれないけどね。まあまあまあ、それにしてもっていう話は、まあ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 、落ち着いて落ち着いてみんな。一番やばい事件はサーバー選択画面にて発生した事件があった。そう、よう覚えてんな。アクションは面白いね。ほんと。実装直後の課金車サンダーロアの速度20マル。段差負荷の性能。あー、段差があると？まあ、浅い。なんかたまにバカゲーって紹介される動画が上がるよね。幻冬。いまだに残ってるユーザーはよく訓練されている。もう慣れたもんよ、そんなとすり抜けバグなんて。サーバー選択画面で JP、 何それ、テストサーバーがあったの？ダメなやつじゃない？まあ掃除機、多分未だに掃除機がいっちゃんやりやすいんじゃない？どうなんだろう。まあスピードはね、課金の車がいっちゃいいけど、小回り効く掃除機、わずかな段差も登れないくやばすぎ。スピードはあるのに。いまだにでもあれだよ、サンダーロアってあのスポーツカーみたいなやつだよね。ターボついてて、唯一だよね、ターボ付きの車。どこ目指してんのかって。まあ本当にゲーム性、アクション性は面白いと思うんだよね。あとなんだ、いい思い出さんくて言っても印象悪くするって新規ユーザーさんに。もっといい印象をつける、いい出来事を言わないと。マイナス評価、マイナスなこと1割、いいことを9割くらい出さんと。やっぱり、飴とムチ、長所と短所。砂漠レースではまだまだ。まあ、そんなに段差ないしね、砂漠のベラ。あ、マンモスも、そっかそっか。マンモスがいっちゃいいのか、じゃあ。段差もいけるし。ボットを使って、え？そう、なに、ゲーム内で、その、なに、Google プレイ評価みたいな？桜コメント？今のところ、ほら、フリーダムの、もしかしていいこと言ってたらフリーダムが始めてくれたかもしれないのに。焼肉食べながら。ほら、印象悪くしちゃった。ユーザーに愛されてます。どうだぞ、まだまだエヴァンゲリオンコラボ開催中です。あと2週間。今なら、始め時。運営が悪いだけでゲーム内容自体を楽しんだ。今のところゲーム内容楽しい要素喋ってないけど、普段使いはマンモスで、あー、たまにあるね、あの乗り物系のレースね。確かに
ちょっと欲しくなるもんね。たまーに来るレースイベント、そうだね、なんか報酬面とか結構良くなったね。今でイベントの報酬になんかなんだアクセサリーとかなかったし、あと防具のレベルアップ素材も入ってなかったかな。だいぶなんか無課金でもなんか楽しめる要素を入れてくれたなとは思う。うん、マジで最初はまあ無料で遊ぼうと思ったら全然遊べると思ってたから、私は無課金貫いてたけど、ストーリーおもろいよアクション楽しいよなんか急になんか薄くない、みんないろんなゲームのいいところを取り込もうとしてカオスになってる印象が、まあでも最近のソシャゲとかよく言われるよね、なんかこのゲームのパクリっていう評価が絶対ついてくるしさ、まあなんかこうゲームユーザーとしては面白ければいいじゃないとは思うんだけど、まあ、ガチガチにパクリすぎてるとちょっとこうやる側も心配になっちゃうよね。フォールガイズとかね大丈夫かなっていいね、一番人気でもあのフォールガイズのタイプのミニゲーム、今じゃなんかソシャゲのミニゲームよう使われとるから、何あの様式売ってんじゃないの、違うのかな、なんか別のゲーム、あの案件でやらせてもらったゲーム、あれでもさミニゲームにフォールガイズ出てきたしさ、あれ売ってんじゃないなんかまあ人気があるから採用させていただいてるのかもしれないけど一番面白かったフォールガイズみたいにね、あの上から下にあの床を落としていくみたいなね、ざわざわしてたよな。120連で確定でそのキャラ手に入るパックがあるのは、あのコインシステムガチャで、まあその凸効果えぐいって言われてるけど、わりかし無課金でも手に入りやすい方だと思うよね多分。原神ほよばのゲームはすり抜け、まあすり抜けももちろんあるけど、天井90すり抜けたら次の天井で確定ってのはあるけど、最悪天井の180だもんね。180連で1個確定だもんね。ほよばで言ったら。その点120で確定。で、天井で出てもコインはあるから、まあ、じゃあ120連で1凸できるもんね。うん。スイカみたいなゲームか。まあいろいろ本当にミニゲームはいろいろ本当に取り入れてるよね。ミニゲームに至っては。でも素晴らしいよ、バリエーションが。飽きさせないと思う。感じがいいなって。ちょっと心配になるけど。ああ、ショップのやつね。120連パックって。ショップのやつか。喫煙パックみたいなショップのやつはそうだね、今回初だよね。オンリーアップみたいな最新の流行を取り入れていく意欲高いよあ、確かにあったね、吸域のあれだよね、登っていくやつね。課金額に関しては冗談抜きで他のゲームよりだいぶねえ、わ
ナイス、ナイス、ナイス、ありがとう。Thank you. Thank you, Super Chan. Well, hello. Thank you for coming. And, oh, Super Chat. Oh my god. 初見 Super Chat. Thank you. Douglas. Thank you. Hello. I'm Nero. Call me Nero-chan. Go. Thank you. Good, good. ありがとうございます。初見スパチャ。初見スパチャ。ダグラス。あ、だって読むのか。ダグラス。ダグラス thank you. Mr. でいいのかな。Oh, Douglas, thank you. だって読むのか。Sorry, Douglas. だね。英語の発音難しいな。喫煙パックさ、喫煙パック、そうそう。Good to you. Oh, thank you. Little in. ね、そんなにマジで喋れない。あ、Japanese Little Wolf Girl. ありがとうございます。ナスナス。グッド、なんか褒めてくれてる。大丈夫かな、ネロ英語。ナシュナシュスパチュナシュセキョーマッカーサ、あー、なんかアイコンがそれ、なんかね、マッカーサっぽいもんね。確かにマッカーサの、え、本名ってフルネームか。マッカーさんの、へぇー。そろそろ、あっさい、こんばんは。来てくれてありがとう。今日もお疲れ様。発音がいい。おぉ。Really? Thank you. ありがとう。Thank you. 褒められた。本人の絵かな、ほんと？これがマッカーサのアイコンで、マッカーサって名前のユーザーネームなのか。本人かもや。本人来たー。マッカーサさんからスーパーチャットもらっちゃったー。本人来たー。大変だ。やったね。自慢できる。タイムスリップ。わお、ここは未来です。どうも、未来にはバーチャル YouTuber という存在がおります。よろしくお願いします。今の時代は、そうですね、配信というものが、もうテレビのように見ています。お茶の間でテレビを見る時代は終わりました。今は配信です。タイムリバース、え、リバースした、リメンパーリメンリメンバーパールハーバー、何それ、パールハーバーって何、誰、あ、真っ赤な時代に、テレビもないか、やばいじゃん、じゃあわかんないじゃん。どう表現して、テレビをわかんない人にどう表現していいかわかんないよ。もうすぐ午前、あー !Good morning! ここは寝る時間じゃない。今、目覚めたばかり。おー、ジャパン PM。8時。8時。20。PM20、 え ?PM だから違う。PM8。なんていうの時間。8800。マッカーサ YouTube 使いこなしてんね。素晴らしいね。さすが。順応が早い。こういうのはね、順応しないとね。なぜくさいらさ、こんねろ。今日も疲れさーまーん。ルーズベルトやった。え？ルーズ
Remember Roosevelt? 覚える？ Good, thank you. Thank you, good. Good ボタン、thank you. 頑張ります。ネルは頑張ります。I will do my best. ベストを尽くします。Thank you. すごい。すごい。すごい、マジでネロ英語適当すぎて。感覚で、感覚英語だから。24時間表記。あ、そうなんだ。え、AM とか PM がやっぱ主流？大丈夫？その拍手。ネロ英語。ネロ英語に対する拍手。大丈夫そう。AM、AM、PM がいいか。てか今が朝の8時だとそこはチリか、パラグアイじゃねえか？あー。まず、12時間時差。11時間時差。まあもう、あれか、反対か。ブラジルじゃねえ。ブラジルの人やん。PM、妖精いいじゃん。あれじゃん、西川貴教さんじゃん。西川貴教さん好きだね。もうあれだね、 TM レボリューションの時期。 TM レボリューションの時期っていうのもおかしいけど、妖精たちが夏を刺激する季節になりますね。 PM レボリューション、午後ってこと？午後の革命？ホットリミットをガムテープでいけるよな。多分。あの時代の服、最先端いってるじゃん。素晴らしい。妖精たちが夏を刺激したせいで気温が40度。真夏日。35度でもう真夏日でしょ？ 40 度って何？ 40 度って何？サウナ？ 7 の？あ、30度超えて夏日。35度で真夏日だよね。40度って何なの？もっと暑くなれよ。違う、もっと暑苦しいやつ出てきたって。パリでも通用するかな？え？パリ？妖精って松岡修造。暑苦しすぎるだろ、さすがに。もっと熱くなれよ。そう、傍らで言われるの。じゃあもう松岡修造さんがホットリミットの服着たら完璧じゃない？あ、猛暑日？え？夏日？え？じゃあ25度で夏日もしかして。違う？30度で夏日？猛暑日？やつは妖精だったの。そうか、修造。あ、太陽、妖精じゃなくて太陽神？神か。太陽か。夏の妖精さんじゃないのか、松岡修造さん。違うか。35度猛暑日って、あれ？あ、40度が猛暑日？あ、そうなの？え、30度が夏日、35度が真夏日、40度で猛暑日って言うんだ。へえ、猛暑日って言うんだ。言うて熊谷くらいでしょ、日本で。なんかよくね、ニュースで見る。一番暑い都市。あ、酷暑日、え？酷暑日っていうの？あ、猛暑日じゃない。猛暑日と酷暑日。最近暑いのもしかして、妖精さんが、もしかして目覚めたってことか。松岡修、テレビ見ないとさ、マジで松岡修造さんとか見ないな。カレンダー買わないと。多分そんなことしたら得意点が一つ生まれますよね。やばいじゃん。講演会とかで各地回っちゃったら大変だよ、松岡修造さんが。夏日、真夏日、猛暑日、酷
国書日っていうんだ。へえ、国書日あんま聞いたことない。目覚めた？冬眠してたの松岡さん。冬は松岡修造さんが比較的活動が穏やかになるので、日本は寒くなるのか。日本は松岡修造さんによって四季が作られてる。あ、8時からなの？バージョン 4.0 封印しとかないと。みんなで封印の儀が封印が今回っている。封印がそろそろ封印解かれるって元気になる。封印解かれちゃうよ。確かに最近暑くなってきた。さすがにさ、でもさ、やっぱ寒いよ朝。大陸版バージョン 4.0 公式放送を見たところで、さすがにさ、でもグローバル版の公式放送4.0 あるよね。さすがにどうなんだろう、あるんかな、あるか、あるのかな。あるのかな。もう私はもう呼ばれたいとか思わないけど。呼ばれなくてもいいから、なんかミラー配信でみんなとなんか騒ぎながら見たいな。なんこれ言うて、やばくねーこの子みたいな、この子のお尻やばくないとか言いながらミラー配信したいわ。そんな日本の夏地味に嫌だな。ニュースになる。松岡修造さんの封印が解かれました。夏がやってきます。すごいな、四季と同時に、四季と共に生きてる。すごいな。バージョン 4.0、 あ、みんな見に行っちゃった、みんな見に行っちゃったか、バージョン 4.0。 まあ2時間経ったしやめますかね。明日明日だよね、明日だよね、私明日入れたよね。明日この時間にまた縦型の幻灯やるんだけど、まあ、エヴァコラボが半なんていうか PR できたらいいなって感じ、新規さんに。なんでちょっとまあ見づらいとは思うけど、よろしければね来てください。明日は何、まあアルゲスやったりいろんなイベントやろうかな。海外リポートね、日本離れた時にめっちゃ寒あ、なんか見た気がする、それなんかニュースとかさ、 X とかで、 Twitter で、今松岡修造が海外にいるから日本に寒波来るぞみたいな、来てるぞみたいな、なんでこんな時期に寒波がみたいな。確か本人は天候と絡められるの NG だった。あ、そうなの、ダメなんだ。なんか、え、本人 NG なんだ。じゃああまり言わない方がいいね。本人がダメって言うならダメだ。それ知らんかった。そっかそっか。そうなんだ。ちょっと嫌なのか。それは失礼しました。高評価たくさんありがとうございます。通りすがりに結構高評価してくれた方がいっぱいいるのかな。ありがとうございます。明日はこの時間、幻灯縦型です。よろしくお願いします。見づらいと思いますが、エヴァンゲリオンのイベント。2週間切ったんでね、エヴァンゲリオンコラボ。エヴァンゲリオンのコラボをちょこちょこと、フィールドボスやりたいね。あ、そうだね、フィールドボス、まあヘラと吸域のボス、ちょこちょこ借りたいと思ってます。よろしくお願いします。で、お昼は、スターレイル、阿部ちゃんのガチャは、まだしない。したいとは思ってる。イベントやったり、ストーリーは終わったから、そうだね、イベントやったり探索したりかな。うん、ピノコに。そんな感じだね、明日のお昼は。スターレイル。あ、スターレイルだね。いいよね。合ってるよね。です。よろしくお願いいたします。
新世代ソングをね、ちょっと欲しくなっちゃった。バフもデバフも、いや、トツはちょっと、トツはちょっと、ね、もしないかもしれないけど、まあ、ガチャはしたい。大いにガチャはしたいです。アズネルありがとう、なんじゃくさん。ではでは、また明日もよろしくお願いいたします。今日もお疲れ様。また明日お会いしましょう。おつねろー。 Thank you for coming. See you next time. おつねろありがとう。ぽよこまだの方、ぜひぜひポッチよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね。おつねろ。なじくさん、いるずさん、おつねろありがとう。ゆき、おつねろありがとう。あ、ご飯ね。あ、まだあんまりお腹空いてないんだよな。みやびさん、おつねろ。くまさん、おつつ、おつねろ。ひろげさん、おつつ、おつねろ。フリラン、おつねろ。サントさん、おつねろ、ありがとう。んー、まだの。スーパーチャート、ありがとうございます。きょちゃん、メンバー、更新、ありがとう。15ヶ月、ありがとうございます。ダグラス・マッカーサさん、初見スパチャ、ありがとう。んー、まだの。